職場体験で特別番組を持つことになった天満中学校の1年生たち。何が起こるかわからない。どんな番組になるかわからない。そんな僕たちの特別番組をぜひ聞いてください。イエーイ、絶対見てね。絶対見てね。府中のお昼の放送、時刻は2時を回りました。府中のお昼の放送府中のお昼の放送の時間です。自分たちは普天間小もう普天間中学校の職場体験で来た野原総二郎と堂丸新太と石川小太郎です。3人でこの番組を、どうしよう、番組をやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmgino1.com。 またサイマル放送も始まりました。スマホの場合はアプリリッスンラジオまたはマイチューナーラジオで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。それではここで一曲、生間明でダイナミック琉球。オッケー、今かかってる。今マイク、あ、今マイクは入ってないから大丈夫だよ、喋って。毎回。小学校。小学校。いいじゃん、小学校。ごめんね、君たちも巻き込んで小学生にしてしまった。そっか、小学生だったって俺の。君たちのことも小学生って言ってしまった。また絶対来るよ、小学生ですかっつって。ああ。これ今絶対おばちゃん聞いてる。ごめん、ちゃん。あちら、こんにちは。来た。沖縄大好きさん、待って、いいよ。確かに質問振ってくる、どんどん振ってくる、ね、どんどん話してって。でもし、ね、コメントもまた何か来たらそれもどんどん入れてっていいかもしれない。はい。コメント来てなんかもらえなかったら言って。すいね、時期なの。これって視聴者さんとかに話題振ってもいいんですか。あ、うん、いいよ。好きな食べ物なんですかって。広すぎるからもうちょい絞ってあげよう。じゃあ好きな汁の味は何ですかとか。しょぼいんだな。食べ物ばっかりじゃん。いいや。じゃあ好きなタイプって。面白くなかった。好きな音楽ってやるみたいな。タイム消しちゃった。止まったらまたさ、つけます。はい。あ、待て、こっちに表示されて、その。大丈夫、まだ曲があと3分くらいあるから。え、長くない？あ、そっか、5分くらい。もうちょっとあれする、あ、途中で切る、それとも全部流す？いや、4分とかあるから全部流す。え、これって後日 YouTube とかでも上がります？そう、YouTube で一応上がる予定。どんぐらい、いつぐらいにやります？いつぐらい、この放送するのが今週だから3日でしたっけ。3日の2時半だよね。はい、その2時半に入れるようになる。病院なんて、病院帰り帰りなんか、そう、なんか体調が悪いみたいよ。よく聞けるの。確かに。え、そうなの。そうそう、来て、あ、ここ入ったのかな、向こうじゃないかな、違うかな、向こうのスタジオにも出てて、リスナーさんなんだけど、リスナーさんがたまにラジオに出ることもあるわけ。へぇ、そうそう、おぉ、めっちゃ嬉しい。僕もどこどこしてるの、来ました。ね、もし会えるって、みんなスマホは持ってる。はい。あー、やっぱもらえたね。ツイキャスだった。ね、もし会えるってコメントしてね。え、めっちゃ出たんだよ。
めっちゃ出たって書いてある。めっちゃ出た。あ、そうそうそう、去年出てたね。ダイナミック琉球が流れてるのって。魔法の神。もうちょっとあと2分くらいで終わる。ちょっと押したね。曲終わったら合図出すから、はい、それで喋り始める。はい、どういう感じで始める？どんな感じで言えるか。宇宙のゲームの放送続いてますので、うん、うん、そう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 、今回のダイナミック琉球良かったですね。いろいろ引き続き宇宙のゲームの放送をしますで始めて、いやダイナミック琉球良かったねで、そしたらあ、そうだ、自分たちの好きな曲について話してもらいます。どうも。いいと思うよ。お席のためのやり方がいいか僕から振る。じゃあ、OK。 俺が何か言った後にね。 OK OK。 でもこれ収録だからあれか、この生配信してる人にしか聞けないのか。あ、そうそう、でも収録だけど当日から流れた時にラジオで聞くことができるから。あ、そっか。そうそうそう、じゃあ2回2回、そうそう、この沖縄大好きさんは多分2回聞ける、この今の収録中の配信と実際の放送。じゃあそろそろ終わりますね。結構めっちゃ沖縄大好きさんコメントめっちゃしてる、ね、ありがたいね。じゃあそろそろ終わりますね。じゃあどうぞ。府中のお昼の放送まだまだ続きます。今から、自分たち3人で、いろいろ質問し合いながらいろいろ話していきたいと思います。そういえばさ、あのさっき流れてたさ、ダイナミック琉球って結構良かったじゃん、うん、あのみんなのさ、思ったんだけど、みんなの好きな曲って何か教えてくれる？気になってるんだけどさ何かな、教えてくれる？でも最近はめっちゃ洋楽聴いてる。あ、洋楽、なんか英語ペラ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 してるやつでしょ、うん、逃げてるかな最近アニメ関係でスペシャルズとか、あ、待って近づいてアニメ関係でスペシャルズとかよく聞くけど、あ、そんな音楽は聞かないか。あ、音楽は聞かない。なんかさ、あれさ、俺さ、なんね、サッカー部入ってるから、なんよくさ試合前とか試合行くときに行くやん、車で、うん、それでなんかその時になんか自分のモチベ上げるために聞くんだけどさ、なんかさテンション上がるやつない？なんかおすすめある？流れる曲？うん、僕はなんかアニメのソングがなんか結構いい。最近ほらバスケのスラムダンク、あれはあれは最近聞いてる。あれはいいと思う僕。そうじゃん、なんかある歌の選曲、そうじゃ知らないもんな、歌ってさ、あれやん、2人部活入ってる？いや、うちは入ってないけど、そうしろ入ってたんだよ、テニス部だって。テニス部入ってなんでテニスにしたん？ストレス発散どうやってゴール打ったらストレス発散するかな。なってる。なってる。なってるんかい。なってるんだ。小太郎は何してんの？いや、僕帰ったらすぐそのゲームだよどんぐらいやればわかんない、たまに遅くまでやってる。えぐくね。けどちゃんと睡眠はとってるから健康。いやさ、たまに放課後残ってるやん。あれは何してるの？放課後外とか。うん、あれいろいろとなんか仲良く遊んでる人たちがいるわけよ。そう、その、まあ、一応帰宅の中に週にいるでしょ。
中理中中二中二中二いるよ。中学3年生の人たちとかもいるし。なんでそんな仲良くなれるの？いろいろとノリで、あの新学期早々ノリで話しかけたら仲良くなってた。すごめっちゃすごいやん。あーすごいのかで今仲良く遊んでたりしてくれた。うん、さ小学校とかさ1年生の頃みんなと初めて会うやん。どんな友達作りよったん？遊び、そのまま遊びを誘う感じかな。そうそう、そんな感じ。も自分あの君暇かいって言ってから、暇って言ったらじゃあちょっと遊ぼうよってから、それか遊んでたら無理で遊び入れてって最悪でも自分が1年の時は隣の席の人がいきなり話しかけてきてくれたから、うん、ガチそれがなかったらちょっと1年生危なかったかもしれない。ぼちだからで中1になってからもうあんまあれやん、大あれ5一緒やん学校、うん、別の章第2章からも来るさ普天間章と、うん、だからで 教室4組だけはね、で4組喋れる友達がマジで2、3人、あ仲いい人は4人ぐらいしかいなかったわけよ最初、うん、だけどその第2章の仲良かった人のうちに一人がめっちゃ友達多くて、その人のおかげで今仲良くできてる。ああ、じゃあその人がいなければ。だからそう、その人が別のクラスだったらもしかしたらもう今やばかったかもしれない。さっき音楽話してたのにちょっと気になることがあるんだけど。うん。音楽最近聴きながら本読む趣味になってきて本なんかおすすめあるかな。特に小説だったら嬉しい。小説？音楽聴きながらさ入る本の内容入る逆にさ本の内容入るけど音楽かける意味あるの？ちょっとなんだろう、気分的に流したくなるんだけど。だけどおすすめの本、うちはなんか怖い話特集みたいなのよく読む。あとなんか最近アニメ化されたやつがあったはず。ノベライズってこと？あすごいさ、家になんか神様とのおしゃべりって本があるわけさ、うん、めっちゃおもろいわけよ神様とのおしゃべりなんか小説っていうか、うん、まあそんな感じで、それ読んでから6年生ぐらいに読んだんだけど、うん、めっちゃ考え方変わったから、うん、マジでなんか見つけたら読んでほしい。見つける、うん、普通に面白い。しかも宮脇行こうかなマジで、それ神様とあと一個悪魔もあるわけよね。悪魔、うん、悪魔とのおしゃべりってのもあって、なんか二つ読んだらなんか考え方本当に変わるから、だから最近思ったんだけどめっちゃポジティブになった気がする、あのその本読んで、うん、どうでもいいやっていうこと。じゃあどうでもいいっていうか、なんかそのマイナスに捉えるんじゃなくてプラスに捉えるみたいな、あの悪いことよりもいいことをいっぱい考えるようになってる気がするわけ。うん、ああなんかそういうなんか、あとたまになんかあれなんか名言集みたいなのあるさ、うん、あれも好き意外と。ああ名言集なんかあれでしょ、なんだっけ、諦めれば、そうそんな感じ、そんな感じ。それはアニメじゃないかな。うちはなんか最近よく漫画を読むわけよ、なんか小説よりかは。全然漫画読まん。うん、なんか逆におすすめの漫画とか。さ、一応サッカー漫画なんだけど、うん、青足っていう漫画があってから、うん、多分家にめっちゃあるわけよ、あの多分大体で、青足っていうその高校生サッカーの高校生のサッカーのちょ物語だから結構面白い普通に。何見るかな、漫画一つのことに集中しすぎるから今までのハマったの2回くらいしかないんだよなんかわかる気がする。なんかお本当になんか好きってやつしか読まないでしょ。ああそれはわかるかもしれない。なんだろう、漫画おすすめ、うん、もうどっちもそうなんだよな、ね、あなたわかるかわかんないかだけどドラゴンボールが、ドラゴンボール、あ、なんか絵描いてるでしょ。うん、絵も描くのも好きだし。俺絵描けないんだよ顔の輪郭すらも、描き方も
めっちゃもうおかっぱしかいないかけない。おかっぱあのもうあれトイレの花子さんがトイレ変えてから花子さんが出してからそれだけしかできない。え、なんかな、もうマジドラゴンボールくらいしかマジで読んだことないから。漫画漫画マジあ、ワンピースとか。ワンピースも全然見ないし、強いて最近ハマったなと思うのが呪術廻戦くらい。ああ、バトル漫画に興味があるかなと思って自分。全然俺は漫画読まない、本当に。青足をたまに空いてる時間に読むよ。青足ね、聞いてるな。なんか部活入っててから今怪我してるわけさね。それで3ヶ月ぐらいできんくなってから、うん、あの一応部活にはちょくちょく行ってるけど自分はできんからあんまりその楽しい時間があんまないけど、そのなんで、そう漫画読んだりとか音楽聴いたりしてから気分転換できてるから、うん、だから最近は本当に暇な時間がない。ああ、それはなんかいいこと。でも本当に怪我してからサッカーできんくなったのは辛い。ああ、怪我で部活休みか、そんなことしたことないもん。思ったんだけど、総次郎小学校部活やってた。やってなかった。やってなかった。小太郎は僕小学校の頃もやってなかった。マジ？そう思ったんだけどさ、部活生って部活の時ってどんな練習の仕方とかしてんの？どういうこと？なんかほら、なんか走ってからバーってやったりするさ、うん、あれってどんな感じっていうか、どんな感じのことやってんのかなって思って。あ、声出したりとか。そうそう。じゃあマジで多分どのスポーツもだけど、あの強いチームってベンチがバカ声出してるやん。そんな感じで、うん、その会場の雰囲気作らんといけんからじゃん。応援が、その応援とかもだし、その試合をまず支配しないといけんから、うん、そのもう自分なんかの思うように やって声出してから、あ、相手にやらせないみたいな。わかんないけどね。何、俺にも聞いてる？聞いてる。走らないもん。マジ？ずっとボール打ってるだけ。疲れるでしょ。疲れない。疲れない。あれ？テニス疲れない？なんかあの網網のやつって重たいんじゃない？重たくない。重たくない。ラケット重くない。300g、200g とかそんぐらいの。ガチ？なんか普通にめっちゃなんか金属バット並みに重いかと思ってた。金属バット持ったことないもん。うん、なんかおもろいの来てるコメント。じゃあ曲かけようか。あ、はい。じゃあもう一曲、エド・シーランで Shape of You。 あ、OK。 すごいね、話思ったより。スキ中はもう緊張してテンテンテンってなっちゃうなんか毎回毎回一つのなんか間があるから、うん、やっぱね、もう雑談ってあれやってって言われてやられたら難しいな。難しいよね。だからずっとでね、質問する人がいてね、こんなんて答えてでまた質問してみたいな、そんな感じだよね。沖縄大好きさんからもなんか、沖縄大好きさんなんか聞いてみる。ね、聞いてみたら、じゃあと残り7分くらいだけど、うん、なんか言ってみよう、沖縄大好きさん。マスクしてたんだ、スラムダンク好きそう。父さんと一緒だ、バスケ。普天間中はバスケは強い？あ、強いっすよ。不祥、普天間省がめっちゃ強いから。ああ、そこから来るんだ。そこから来て第2章とかって、うん、あれ全国行けたんですよ、多分同級生が。すげえ。行ってんかった？わかんないよ、そっちの。全国多分県優勝か準優勝で全国行ってたんです。強いんだな。めっちゃ強い。永遠と走らされてます、本当に。だから多分そこら辺の男子よりは体力がやばい。あ、強い。あ、うん、あ、いいですよ。今ちょうど曲かけてるとこなので。あ、うさ先生本当に来たんだけど。なんで来たの先生。先生もじゃあ出す。
先生、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 まだ空いてる。しゃべります。今、今、曲のタイミングで、これ今押してもらっていい？あと何分あるよ。5分ぐらい、6分、あと5分。あ、じゃあ、この曲終わったら、じゃあ、スペシャルゲストで先生ですって。なんか、じゃあ、どうしよう、待って、今、一番天満中学校大丈夫です、あと1分半くらい曲あるので1分半しかないんですか？やばいやばいやばい職場体験で汗ばみになっています緊張するなする緊張しなかったもん結構喋ってましたもんあ、そうですか本当に紹介するんですか？しよう急遽のゲスト参戦で緊急緊急ゲスト、ね、新しいねあんたたちが紹介してからでしょあ、ね、そう、はい、ここで緊急ゲストが来ていただいたんです緊急ゲスト参戦です。じゃあまた曲終わったら頑張ったのかちょっとお金かけてこないけどいいでしょ見えないから曲終わったじゃあ私が合図して喋り始めて、はい、じゃあ紹介してもらいましょうね。はい、そういう感じで、うん、あと40秒くらいで終わります。ちょっと近くで喋らなくて先生が来るって難しいな。だからどういう話の内容を作ればいいか一緒しかも今のタイミングあ、いいね。いいじゃん、いいじゃん。じゃあ、じゃあどうぞ。引き続き府中のお昼の放送を続けます。緊急のゲストで、普天間中学校の音楽の山城正恵先生来ています。はい、皆さんこんにちは。一言何か忘れているようですが、新田さん。府中で一番綺麗な先生です。よろしくお願いします。今日は、普天間中学校1年生3名 FMO、宜野湾の方に、職場体験でお世話になっております。今年久しぶりに、4年ぶりですかね、職場体験がコロナ禍が明け開始しています。で、いろいろ受け入れ大変だったと思うんですけれども、このように迎え入れていただいて感謝しております。で、3名に聞きたいんですが、どうですか職場体験？めっちゃ楽しいです。楽しいですか？はい、楽しい。あ、じゃあもう目標決まりましたかね？いや、それはまだ。でも自分喋るの好きなんで、こっちは良かった、こっち選んで良かったと思います。ああ、良かったです。アナウンサーとか向いてるんじゃないでしょうか？まあ、分かんないですけど。はい、他の2人はどうですか？職場体験をでね、こっち来て、まあ結構人との接し方を学んだかなって。職場での、ああ、社会勉強になりますね。はい、ではもう一方どうぞ。うちも今回の職場体験で、なんかやっぱりなんかいろいろと、なんかこういうラジオっていうのもあるけど、この裏側の制作っていうのかな、そういうのがたまに前から気になったことがあって、そういうところとかも知れたり、あとやっぱり将来について考える機会もあったから、それはできてとてもいいと思いました。本当にこのように現場に入ると子どもたち実感していろいろ感じることが多くて、本当にためになりますね。ありがたいです。あと1日残っているんですけれども、どうぞよろしくお願いします。明日ないっすよ。あれ、なかった明日俺ら、はい、明日ですね。すいません。はい、じゃあ今日までね、しっかりと勤め上げてください。はい、はいはい、あとしばらく続きますが、よろしくお願いします。はい、はい、失礼します。じゃあ最後締めようか。はい、はい、残り1分半。そう、なんか
出てしまう。じゃあ最後になってきました。お相手はで誰々と誰々と誰々でしたって。が今回この府中のお昼の放送はそろそろ終了になります。お相手は自分の原宗次郎と東原新太と石川小太郎でした。ま、お会いできたらまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。おー、あーすごい、はい、こんな感じです。この機材というかこの辺も映して大丈夫です。あ、大丈夫です。あ、どっちでも大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます。この雰囲気を、はい、じゃあ行きます。そのまま立っていいですか。あ、はい、はい、失礼します。ありがとうございます。すみません、私もピースとしてハッピー。あ、すごい、はい、ピース。はい、私もちょっと撮ってていいですか。一緒に撮りましょうか。あ、大丈夫ですよ。必要ないですね。はい、行きます。はい、チーズ。はい、あ、いい経験だった。すごい、いいタイミングで。いや、もう私初めてです。やばい、それも、それも一番綺麗な先生って言ってもらえて嬉しかった。よっしゃ。無理やり先生が先生が入ってくるパターンは